concept. Check, 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 it's another one. Fancy foot sound, I play out, none of them no better than you. Well, easy, man, tell him, sir, Champions, yeah, represent Bountiful, so neatly, man, tell him, sir, don't, yeah. Yeah, I'm just saying Bountiful and Antifoot, watch on the judge. Yeah, you know, it's the big bad zone, Bountiful. Damn, Bountiful. Bang, bang, bullet, come, boom. Yo, Bountiful. Yeah, you don't know this is T, that, oh, that, hey, I represent the Oofegity. Bountiful, you don't know. See, it's up to the time, I can't tell, representing for Bountiful. Salute, Bountiful. We come brand new, you can be skip card, hey, yo, never know, say, oh, Bountiful. You know how we rumble. We don't know Bountiful, see. I don't know. Turn around the world, Bountiful, the baddest sound don't come to play. This is the smile like Jesse representing for the big bad Bountiful. A Bountiful. I want some sound, boy. I want to try to come test. I will lock up everything in Japan now. Them for know that. Shabba, him there, Bountiful. I turn the jump and go over. Toughest sound, the boy, ya. Baddest sound from out of Nagoya. ツアーファイナルはなんかまあ新しい試みじゃないけど、なんかまあアーティストが、まあ、アルバムに収録されているアーティストが全員、まあ、出演してくれたっていうのもあってファイナルだから、毎回その僕が司会をして、次は誰々、次は誰々だよっていう風になんか止めたくなくて、バンディウッドのサウンドプレイの延長上でなんか演出ができないかなっていう風に思って、だから今回はアーティストに無理言って、だいたいいつも均等に15分ずつみたいな感じなんですけど、もう本当言ったらエクスプレスは3曲だけとか、まあ、レイは20分あって、ネオヒーローは2回出てくるみたいな、なんかそういうサプライズもなんか面白いんじゃないかなっていう風に思ったし、まあ、今回この Everyday is a New Day っていうアルバムを作った時に曲順とかをすごいこだわってて、 Everyday is a New Day ってなんか毎日が新しい日なんだよっていう、まあ、本当すごい簡単なね役なんだけど、1曲目にニューデイっていう曲を入れて、で最後の曲は生きているからっていう、なんか今日もなんか楽しかったなみたいな、まあ、いいこともなかったかもしれないけど今日は今日で1日で完結させようっていうので、生きているからっていう曲を最後にして、感謝してまた次の日の朝ニューデイを聴くっていう、なんかそのアルバム自体を1日のサイクルにしてたんだよね。だからそのライブ自体もなんか頭からケツまでをしっかり自分たちでマネージして、なんかいいものを作ろうかなっていうふうに思ったから、だから今回本当サウンドのプレイとかもいつもの30分2回とかじゃなくて、常に自分たちが出てきた中でアーティストに対してどうやっていいふうに見せようかなみたいな、アーティストも普段やったことがない、本来だったらイケイケから入るところをミディアムだけ1曲とかっていう、結構わがままも聞いてもらって、まあ、実際終わってみて、まあ、反省点とか、まあ、課題とかはすごくたくさんあったけど、それに挑戦できたことも良かったし、お客さんの反応もすごく良かったから、なんか新しい試みをやって良かったなと思うし、なんか次につなげれるなんかバンティフットの新しい挑戦がもっともっとできるっていう風になんか自分の中でも自信がついたんで、どん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 なんか怖がらずにやっていこうかななんていう風にまあ思いました。さあこの日を待ってたやつはもう一回一歩指上げて、ミッションエレバレー負けろ負けろ、ジョン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 、バンティフットなくなれ、レディー出るから、原発に負けとけ名古屋、現場来い、ここでジョイントするから、現場来い、でも近所に見えても役に遠いとこに、そこに心を、名古屋ワンドワン。